まずあいつからいきなりクエスチョンマーク3つとそれでっていきなり来て、で俺はまず最初意味わかんなくて、ではってなって、俺もハテナマークとワッツグーって送って、でなんかまあそれしかとされてたけど、なんか何時だっけ、次の日の11時ぐらい、お昼いきなりあいつが俺のことストーリーに上げ始めてみたいな感じかな。でもあいつあまりにも普通にしつこいしくだらなすぎるから電話したんだけど、お前タイマン張れんのって聞いたら、何お前刺されたいのって言ってきたからね俺に。何刺すって、お前喧嘩以上のことしたいのって感じ、かかってこいよ。謝らせます、普通に。とりあえず俺 SNS とかあんまやんないから、普通にもうライブとかはもうこれから先しないと思うけど、マジでくだらない。ねえごめん、私の彼氏が巻き込んじゃったの、あなたのことごめんね本当に。あいついろんな女と話してるのに、私が友達とちょっと話しただけでやきもち焼く気違いなのって。気違いですねそりゃ。いや Fuck you。 はい、とりあえず早く電話に出てください。インスタブロックして逃げないでください。